はいどうもカンパイン長ですじゃあ今度はね、えー、とこの被災地の,だろうこの自衛隊の方々の活躍じゃなくて今のこの被災地の様子のお話ですかね。えー、とまずこのいなんか体これ画像を見て何が起きているか分かりますかねこの要は集まったこの支援物資ですよねこのあまりに大量に集まって重量がかさんだもんだからこれ体育館の床が抜けちゃってるんですよね。 <laughs> そんなことあるんだ。ええ。まあ、これ全部飲料水。ね、飲料水の、まあ、送られてきたこの,、ね、このケースの、まあ、確かにね、これ1、2、3、4、5段積みの、<laughs> 何かける何かよくわかんないですけど、2、4、4、やと、2、4、まあ。 500とか1000とかそういう感じで積んでるからまあ確かにね液体だし重くなりますよね、うん、でもまさか体育館の床が抜けるとは思わなかったんでしょうね、うんまあ、あの陥没してしまったんだってまあどうだろうペットボトル多少変形しても別になんか中身が漏れたとかじゃなければ、ねうん、大丈夫なような気はしますけども でまあここでなんか実際のこの現場被災者というか実際にこの復興支援に携わっている人たちからのえっ、ー、と現場からの声ですかねで実際にこの地元の人じゃなくてこの神戸市兵庫県神戸市ねこの全国各地からこのなんていうのかなこの役所だったり警察署だったり消防だったりねこの 派遣されてこの集まって、ね、みんなでこう仕事作業してるわけじゃないですか手分けしてで要はこの能党能登にもともとこの地元、ね、詳しい人たちじゃない、ね、地方から集まったまあ兵庫県神戸市からも職員が、ね、応援でこの駆けつけてるんですけどその,その駆けつけてる人たちからの現場の声ですかね 例えばよくなんかこの例えば東日本でもいいし、ね、阪神・淡路でもいいんですけども例えばこの兵庫県神戸だから阪神・淡路ですよね。うん、なんかこの経験が、ね、この痛い思いした、ね、この経験が役立つとかっていうそういう話よくあるじゃないですか、ね、あ生かすみたいなでそれがなんかね今回は成り立たない部分が結構あるんだって。 今気づいたんですけど、これ本当は一番最初のさっきの動画でまとめてお送りするつもりだった話だったんだそうだそうだもう震災の話は今日一個にまとめるつもりだったんですよねだからこのなんか床が抜けた話とあとね、このなんか酒蔵、ね、この石川のとやっぱりこれは日本酒おいしい確か銘柄いくつもあったと思うんですけども。の どっか全然違う、うん、どっかあ宮城県だったかな宮城県の,なんかこの震災があるとこ日本ってほら、ね、お酒おいしいところ日本全国各地にたくさんあるじゃないですか,だか,らなんかこのつないでつないでみたいな持ちつ持たれつみたいな,なんかそういう動きって毎回毎回ありますよねだから今回はなんかそういう話があって、うん、石川県と宮城県でなんかその助け合いみたいな。 あの日本酒の、うん、うん、っていうのがあってね。っていう話とか、あとなんかこの自衛隊の、ねさ、最初、犬のお話したと思うんですけど、この国産犬型ロボみたいな、当然これ、捜索活動とか、ね、人が入り込めないところでっていう、そういうコンセプトで作られた、この犬ロボ、犬型ロボットの話とかね。 これらは全部まとめてやるつもりだったんだけど、そう、だからこの動画は本当はこの太陽光、メガソーラーの話なんです。メガソーラーまだ作るんですね、日本。何やってんすかねっていう話をね、うん、するつもりだったんで、ちょっとこっちに戻りますね。震災、被災地の話はちょっと最後に、ね、時間があればあの、次の動画が今日最後なんですけども、そこで見ていきましょう。ね、この動画は長崎県。 九州でまだ、しかもね、これ日本最大のメガソーラー作るらしいよ。なんか今年の春本格着工だって。いや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 、もうダメだろう。なあ、もうダメだっていうのは分かったじゃん。えだってこの石川の登でもさ、そこまでなんかもうすごい規模ではなかったけど、めんどくせえことになったっていう話がもう出てきてるじゃん。ね片付けるに片付けられない。うっかり近づくこともできないっつって。 えー、長崎県佐世保、シ島っていう島かな、宇宙のう,うに久しいって書く、ちょっと読み方違ったらごめんなさいね、そこでね、なんか <laughs> えとウイグル製のこのパネル150万枚敷き詰め、150万、やべえの作るんだ、えー、もうまもなくスタートさせるらしいんですけども。 太陽光パネルで覆ってパネルの下でなんか農業はやるんだみたいな。何言っちゃってんの正気かしかもこれ発電能力予定ですよ。あくまでも。ね、予定通りに行った試しがねえってのももうばれてんのにさこんなのまだやるんだ。いや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 もう誰か止めなさいよ。政府でも自治体でもいいけどさ。 いや、っていうか、もう法律で禁止してほしいっすよね。メガソーラーは禁止。いや、個人的に自分家の屋根に1個乗っけるとかっていうんだったら、まあ、ギリ OK。で、その代わりなんか、あの、対応光税徴収しようよ。どうしてもやりたい人から、もう、金取る。うん。え、だって、万一火事があったら、ね、隣近所に迷惑かかるかもしんないじゃん。ね、だからもう、基本、原則、ね、うん、個人宅のみ。うん。 でしかもなんかあの、高くつく。だって何の役にも立たないの、バレてんのに。ね、なんでこんなのやるんですかって。うん。役に立たないどころか、ね、始末に手に負えないゴミでしょ。うん。現段階では。100年後は知らないよ。もっとなんか、使い勝手がいいとか、使い物になる。うん。ねえ。 一番最初に歌った通りに、このエコで環境に優しくてっていう通りに使える代物が、ね、50年後なのか100年、もそんなにかかんないかな。ね、だからあの EV なんかと一緒ですよね。再、ね、エネ太陽光、ね、EV、電気自動車の EV。なんかみんな嘘つきだよね。うん、結局日本への,この嫌がらせするためのね。うん でしかもそれ失敗しやがってるし、欧州の方からね、仕掛けてきて。うん。だからこれも禁止しないとダメだと思うんだけど、これなんかもだってもうまさに日本そのものをこの壊しながら敷き詰めてって、何考えてんだよって。<laughs> まだやるっていうんだからもう。しかもこれ、ね、180メガワットかな、うん、だって、限界原発の発電量いくつか知ってます <laughs> ?236 万ですよ。 高さ四480でしょこっちはねなのにブワーなんか150万枚だから面積でいうと280ヘクタールだってもう日本の国土日本そのものを削り倒してわけのわからんゴミを1五0万枚280ヘクタール敷き詰めるってこれ東京ドームでいうと何個分ですかね <laughs> ひどいねでそんだけやってもねうん 年間発電量、一般家庭平均、一般家庭で約17万3千世帯分に相当って、この妥当性も何もないよね。ひどっ。いやー、で2025年度完成、売、え、電、ー、開始を目指してるんだって、いや、これ、禁止しよう。ね、もうずーっと言ってますけど、禁止しよう。うん。あと、長崎県の五島列島ですかね。 のののうちの一つの島です、うん、九州電力さん、よ今さら、今さらいらないじゃん、もう。えー、<laughs> いや、ひどいね。ひどすぎる。これはなぜこの法律で禁止しないのか、理由がわからん。もう金ですよ。利権でしょ。当たり前じゃないですか。もう半日売国税大喜び案件だもんね。それはやるよ。いや、全力で止めに行かないと。はい、以上です。